プロにとってこの大会はどんな大会ですか？後半戦の前半に当たる位置なので、ここで落としてしまうと最後の方に影響が出るかなと思いますので、しっかり踏ん張りたいところです。昨日公式練習を投げたと思いますが、どんな印象を受けました？昨年よりはちょっとコンディションは早いかなとは感じたんですけども、そうですね、光球の方が曇り球よりも反応したように感じたので、ボールのラインナップ含めてちょっと考え直して、ちょっと作戦を練り直しました。それではこの試合に向かって意気込みを教えてください。はい、ポイントランキングの方も、第1シードギリギリのところにいますので、ここでポイントをしっかり取って、後半安心して投げれるように精一杯頑張りたいと思います。ありがとうございました。